ほうほうほーほうほうほーメリークリスマス。クリスマスの奇跡を楽しんでね。ほうほうほー。ママ、パパ、なんか恋したよ。あれまさか。ほうほうほー。プレゼントを持ってきたよ。これがクリスマスの奇跡だよ。メリークリスマス。私たちのために持ってきてくれたんじゃない？ほうほうほうほい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 。あ、外出てみよう。カチャ。あ、すごい。ほい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 丸ほいほい。しくじったなポッター。ほうほうほう。あれはポンポン。上野動物園新メンバーポンポンだ。来てくれたんだね。さあ入れない、放りない、ラストゲーム You my face I no face は You は no face。知ってる英語並べれば適当に歌ってる風に見えるかなって思っていきます。スマイリングクリスマス。クリスマス大好き。クリスマスはね、夏にもやってほしいね。サマスマスやってほしい。フェニックスワンダーランド。全然クリスマス感ないけどね今のところ。というわけでだ、はい、現在我々ワンダーランドショータイムはフェニックスショーコンテストにおいて第3位についている。さすが天馬司さん。あ、待って、これ続きじゃん前の。ステージの規模とメンバーの数から言えばまずまずの結果だ。あ、だがここで満足する我々ではない。あ、次クリスマスステージってことね。分かってますね。1位2位を軽々と超える素晴らしいショーを作り、テレビ CM 出演へ、そして世界へ羽ばたこうではないか。国家予算使おう。じゃあ、はいはい、次のショーの話進めていい？やっぱり変わってくるんだね、そのさ、ステージごとに。1回目はこれ、2回目はこれみたいな。相変わらずノリの悪いやつめ。そうだそうだ。どうしたの？おや、M 君までどうしたんだい？何か考え事かな。なんか M ちゃんさ、ポケモンの鳴き声うまそうじゃない？こういうポケモンいそう。うーんっていう。え、あ、うん、今度のショーどんなのがいいかなって考えてたんだ。うわ、赤いのはさ、お花じゃなくてほっぺだね。次はどんなショーにする？私パーってしてキラキラってするショーがいいな。令和のサンタクロースのトナカイ。そうだね、衝撃的で幻惑的なショーにしたいね。衝撃的で幻惑的？お前らそんなぼんやりとしたイメージを語っている場合か。ん？2位のステージとの点差はわずかだが、1位のステージ、フェニックスステージとの票差はかなり開いてしまっているんだぞ。言ってたね、そういえばそれって。そうなの？わ、ほんとだ、倍くらい差がついちゃってる。半沢直樹の仕業だよ。前のショーのおかげで評判はいいみたいだけど、1位を狙うならかなり巻き返さないとね。1位はゴールドシップです。その通り。つまりのんきに「はあ」だの「キラキラ」だのと抜かしてる暇はない。クロちゃんが可愛い。クロちゃんつかさだね。確実に、かつどのショーよりも観客を喜ばせることのできる素晴らしいアイディアを考えねばならんのだ。その通り。さあ、わかったら具体的なアイディアを出せ。独裁政権だからね、ここは。そんなこと言われてもすぐに思い浮かぶわけないでしょ。首！はい、首。いや、そういうことなら話は早いかな。君もとりあえず首。M ちゃんだけ首。おお、
さすがは俺の見込んだ演出か。それでどんなショーなんだ。なんか新しく流行りそうじゃない、そのトム・ブラウンみたいにさ、クビーみたいな。すごいパワハラだけどね。なんか会社の人がさ、クビを伝えるとき、あー君、はい、クビーみたいな。この時期だからね、答えはシンプルにクリスマスショーだよ。私の大好物、クリスマスショー。クリスマスショー、やっぱり夜だよね、クリスマスといえば。うわー楽しそう。クリスマスならいっぱい歌ったり踊ったりしたいな。なんかイルミネーションさ、毎年見たくない、毎年じゃない、毎日見たくない。あー、サンタさんの格好してお客さんたちにプレゼント配るのはどうかな。あー、でも結構定番だよねそれ。プレゼント、そうか、プレゼントと一緒に清き一票をとコメントを入れれば。それただの買収だから。違うよ、サンタクロースはあげるだけじゃなくてもらうこともした方がいいと思うよ。ギブアンドテイクのサンタクロースもいてもいいと思うよ俺は。確かに俺はなんというスターにあるまじき発想を。いや、ある意味スターだよ。分かったからいちいち騒がないでよね。はい。もうこの時期だし、クリスマスショーなら人も集まりそうだけど、どんな内容にするの。まあ、司はスターと言ってもスターあり。やめよう。うん、歌がメインとなるミュージカルがいいと思うんだ。華やかでクリスマスらしいだろ。大好きそういうの。ミュージカル、いいね。具体的にはスマイリングクリスマスなんてどうだい。だってさ、あれでしょ、なんかいろいろな季節のイベントあるけど、一番定番ソングが多いのってさ、クリスマスじゃん。一番多くない？スマイリング笑顔のクリスマスか。スマイルください、へへーみたいなね。マクドナルドの店員さんだねこれ。ああ、筋書きはこうさ。やってそう、ハッピーセットでクリスマスにスマイリングクリスマスだよみたいな。あるところに両親のいない孤独な少女がいた。孤児院で暮らす少女のもとにはサンタクロースが来たことは一度もない。あ、重いね。その年のクリスマスも少女は自分のもとにサンタクロースは来ないと確信していた。するとサンタクロースはペアレンツだよ。なんと少女の部屋の窓にサンタ見習いの少年が現れたんだ。あ、じゃあ実質サンタじゃないんだ。しかしサンタ見習いの少年はトナカイに逃げられてしまったため、プレゼントを配ることができずにいた。サンタもどきめ。見かねた少女はサンタ見習いの少年を助けることを決める。こうして少女と少年の聖夜の冒険が幕を開ける。でも面白そう、見たいと思うそれ。とこういう話さ。でそこからさ、なんか成長してサンタクロースになったその後が描かれるとかね、そういうのあってもいいよね。わー、とってもパーってしてキラキラってしたお話だね。確かにね。うん、結構面白そう。ん、しかしこの話の主役は少女のようだが。 M ちゃんなのじゃ。ということはまさか俺が少女の役も。いけそうだけど女装。さすがにこの流れでそれはないでしょ。すね毛があるかどうかだよね問題は。このショーはサンタ見習いの少年と少女のダブル主演になるんだ。あ、そうなんだね、ダブル主演ね。だから主役は司くんとネネがいいと思う。あ、そっちに行くの。私、あ、でも雰囲気的にさ、確かにちょっと暗めだから M ちゃんじゃ、ヤッホーホーイとか言いそうじゃん。なんで急に。少女役なら M もやれるでしょ。うん、このショーは少女が歌うクライマックスシーンがとても重要になるんだ。歌うまいんだね。それなら昔から劇団でミュージカルをやってきたネネに頼んだ方がいいと思ったんだよ。あ、確かに演出家さすが。私が主役でもいいんじゃないの、みんなが主役で。やったー、ネネちゃんの歌がいっぱい聴けちゃうね。ね、いいんじゃないの、誰でも主役になれるそういうグループで。じゃ、まだやるって言ってないから。え、やら
悲しそう。私は歌ってほしいな。ねねちゃんの歌大好きだもん。なんかさ、最近くしゃみ出るんだけど、やばい、花粉症かな、わかんないけど。鼻詰まってる。ありがとう。あ、かわいい、真っ赤にしちゃっていじろ。これ君顔赤いね今日。どうしたのそんな下焼けみたいな。ごめんなさい。ダブル主演ということならいいだろう。もちろんより目立つのは俺だがな。分かってるでしょ、主役は決めた。あんたは目立つっていうかうるさいだけでしょ。うっせえうっせえうっせえわ。あなたが思うよりうっせえわ。なんだと。ちょっとばかり歌えるからといって調子に乗るな。怒れ、もうちょっと怒ってどうだいねね、今のねねならきっとできるさ。司くんも M くんもそう思っているしね。そうだよ、いいんじゃないの、ポテンシャルの問題だよ。あとはでもそっか、ミュージカルなら。え、何、ミュージカル以外だとやっぱりきついの。まあいいかな。なんかあったのかな、昔。気になるな、その辺明かされてくの。ガラス窓。 M 君はプレゼントを待つ子供の役だよ。僕はその他の役をやるつもりさ。あ、可愛いじゃん。いいね、やっぱ必要だよねそういう子も。ネネロボも試運転が終わったから、今回からはいろいろな役をやってもらうよ。あ、待って、一緒に頑張ろう。俺のさ、最初の見た茶番、あれ伏線になってるよ。うん、よし、そうと決まれば早速練習だ。1位目指して前進あるのみ。クリスマスってでもかぶりそうなんだよね、なんとなく。みんなで頑張ろう、ワンダホーイ。ワンダホーイ。 M ちゃん脇毛とか生えてないかな、疑惑があるんだけど。脇毛疑惑。おお、いいよね。あ、だから主役がネネだからこの背景なんだ。へえ、面白いね、このさ背景綺麗だよね、ワンダステージ。へえ、スマイリングクリスマスってこういう終わり方なんだ。いい話じゃない。滑りますみたいのいないかな。ああ、そうだな、クリスマスにふさわしい台本だ。うん気に入ってくれたようで何よりだよ。絶対ライトアップは華やかにしてほしい。もうキラキラって感じで。ちゃんとしたミュージカルができるのもちょっと楽しみだな。すごく久しぶりだし。クリスマスショーのさ、醍醐味ってそこじゃない、やっぱりキラキラがあるかどうかじゃない。なんかちょっとさ、がっかりしない、そのさ、フィナーレでなんか背景がしょぼかったりすると。クリスマスって特にそれ感じるよね。みんな大変だよ。なんかさ、イルミネーションとかですっごいイルミネーション見れるのかなと思ったらさ、ちょっとだけ飾り付けしてたみたいな。それも少しショックだよね。大変だよ。何？あ、またやってる。どうしたの？そんなに急いで。ね、目がコロコロコミックだよね。あのね、フェニックスステージでもクリスマスのミュージカルショーをやるんだって。やっぱりそう来るよね。何？でしょうね。フェニックスステージってあの1位の？だってかぶりそうって思ったもん、クリスマス。うん、他のステージでもクリスマスのミュージカルショーが見れちゃうなんて嬉しいな。確かに見たい。じゃあみんなサボる？よ、喜んでる場合か。方向性がまるっと被っているんだぞ。下手をしたら観客の奪い合いになるかもしれん。これはまずい。今からでもショーの内容を変えるべきか。いや、絶対に大きいステージと小さいステージ同じテーマだったら大きいステージの方行くよね。まあ自説柄どこも同じような内容になるだろうとは予想していたし、僕は問題ないと思うよ。あとはね、どれだけインパクトがでかいかだよね。あんまり他のところを気にして内容を変えるのも良くないんじゃない？うん、それは確かにそうだな。敵に合わせて自分たちのショーを変えているようでは到底勝利はつかめまい。私は司の味方だよ。だが放っておくのもまた危うい。
まあ、司の味方っていうことは司以外は全員敵ってことだけじゃない、うん、じゃあどうするの。フェニックスステージを全員で偵察しに行くぞ。スパイ行為ね、いいですね。どんな感じの人いる。うすごいなこれ、何チーターじゃん。こそずる、この劇場ずる。こそ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 、隊長フェニックスステージに到着です。お、うん、なかなか元気な偵察だね。静かにしろ M、 バレたらどうする。そっちも声大きいからちゃんと見つからないようにしてよね。あ、みんな私服に着替えるんだね一応。それにしてもすごいステージ。こんなさ、ここ何あれ、関係者席多くない、ちょっと多すぎない。フェニックスステージはうちで一番大きなステージだからね。ショーのキャストも一番多いし、お客さんも一番入るんだよ。悪いけどさ、あの一番奥の一番手前の席とか一番後ろの席、あれ外れ席じゃない？あれさ見えないよね角度的に、一部しか。かわいそう。四角が多すぎる。今は建て替えられちゃったから昔とはちょっと変わっちゃったけど。ふん、気に食わんな。どうせこんな金満ステージでショーをやる連中は設備にあぐらをかいているに違いない。確かに大根だねみんな。本物のスターがいればこんなかっこいい、こんなゴテゴテしたステージは必要ない。フェニックスステージ恐るるに足らず。いや、手間つかささん、だから声大きいってば。手羽先かてめえ、ごめんなさい嘘。おや、役者が出揃ったようだよ。かなりの数いるね。え、そんないるの。準備はいいかしら。冒頭のナンバーから行くわよ。なんかまた美少女キャラ出てきた。ちょうど歌うみたいだよ。気が強そう、なんか幼稚園児に見えるね M ちゃんたち。一体どんな歌。お、無理です無理で勝てません、やめましょう今日は。こんなのさ、だって負け試合するようなもんじゃん。無理よこの歌声、なんて迫力。何これ、生演奏でやってるの、隠れてるどっかに、客席でやってんのかも、オーケストラ。テクニックも段違いけど、それ以上に気持ちが胸に響いてくる。室内ってすごいな。ただ歌が上手いだけじゃない、役として完璧に歌いこなせてるって感じるね。ブロードウェイだよねこれ。とってもキラキラしてる。すごい、これは想像以上の歌唱力だね。彼女がこのステージの歌姫かな。いいな、こういう劇場好きだな。なんか椅子が好き、椅子って結構さ大事じゃない。敵ながらなかなかやるな。大丈夫、君はもっと頑張れる。本当にすごいね。私はこんな風にはやってみないきゃわかんないのに、やる前から諦めちゃうの。かなりの完成度だったな。このままでは苦しい戦いになるやもしれん。うん、そうだね。負け戦か、やだな。よし、今日は一旦ワンダーステージに戻って今後の対策を立てることに。傾向と対策ね。誰がこそこそ覗いているのかと思ったら同業者だったなんてね。どうだったかしら、ワンダーランズショータイムの皆さん。ロケット団来ちゃいました。ロケット団ですこれ。あ、誰あなた。あ、さっき歌ってた。プライド高そう。フェニックスステージのなんだか歌がうまいやつ。ん、あなたまさか私を知らないなんて言わないでしょうね。なんだろう。は、私はこのフェニックスステージの歌姫、青龍院桜子。すごい、
僧侶みたい。名前がフェニックスステージの歌姫ということは、つまりフェニックスワンダーランドのナンバーワン。同じショーをやる人間として私を知らないなんて、無知にも程があるわ。大原さんと同じ名前だね。なんだこの偉そうなやつは。ちょっと司くんに似てるね。確かにね、女バージョン女性バージョンの司みたいな感じするね。いや、突然の比例申し訳ない。1位の賞を作った皆さんがどんな練習をしているのか、つい知りたくなってしまってね。おろろ、あなた上白さんだったかしら。おや、知ってもらえているなんて光栄だな。園内のショーは全て見るようにしているもの。あなたたちのことも知っているし、ショーも見たことがあるわ。なんかさ、その胸元の穴に手入れて上にギューンってやりたい。私たちのショー見てくれたの？嬉しいな。どうだった？面白かった？演出は良かったわ。一見突拍子もないけれど、戯曲の意図を丁寧に組んでいて、それにショーらしい華やかさもある。へえ。でもそれだけね。何の要素が足りてないの？五角形グラフ完璧だったと思うんだけど。演技の荒は目立つし、勢いだけで完成度は低い。私たちのショーとは比べるまでもないわ。ひどい桜子。2チャンネルやってそう桜子。それに聞けば今度は私たちと同じようにクリスマスミュージカルをやるんですって。歌はそこにいる草薙さんだったかしら。その子もそれなりに歌えるようだけど。桜子ピクシブでずっと悪口書いてそう。あなたには私たちの実力差は分かっているんじゃない？歌一つとってもあなたたちが勝つ確率はゼロね。ゼロ。ゼロ。確かにこの人の言う通りだ。この人の歌は私の歌とは違う。なんていうか、自分の心がちゃんと乗ってる気がした。あ、それ重要だよね。なんかさ、あるじゃん、歌ってさ、やっぱ上手いとか下手とかあるじゃん。でもさ、一番人に希望とか勇気とか感情を与えるのってやっぱり心がこもってるかどうかだよね。あれマジで重要だと思う。私はきっと叶わない。だって涙流しながらさ歌ってる人と、ヘラヘラしながら感動の歌歌ってる人、どっちがさ心に来るかって言ったら絶対に涙流しながら歌ってる人じゃん。恥をかかないように、せいぜい自分たちのショーを磨くことね。それじゃ。そのツインテール切りたいな。絶対さ、なんか髪下ろしたらすごい美女になりそう。何様だ貴様は。お貴様ですって。あ、つかさ vs つかさ。確かにうちのステージはオンボロで風が吹けば飛びそうだが、俺たちのショーは最高だ。うちのネネの歌だって貴様には負けておらん。すごい言ったね、つかさにつかさが。リーダーがあなたみたいな野蛮人じゃ、せっかくのショーもああなってしまうわけよね。いや、つかさここまで性格悪くないよ。これからもあのままごとみたいなショーを続けていればいいわ。こんなこと言わないよ、つかさ。好き勝手言わないでよね。ひどいよね。ヌヌちゃん、そいつがバカなのはしょうがないけど、ままごとみたいなショーなんて言われる筋合いない。言ったれ言ったれ。あんたみたいなやつには絶対負けない。あとでその衣装の、その下のさスカートのストライプ全部赤に塗ってやろう。それだけ言うなら次のショーで見せてもらおうじゃない。あ、セリュインさん、そろそろ休憩終わりますよ。それじゃあね、ワンダーステージの皆さん、大口叩いただけのものは見せてもらおうじゃない。あらら。
これでネネはさ、後で前の人の席を蹴るんでしょ、ワンダーステージ。というわけでだ、うん、我々ワンダーランズショータイムのショーでフェニックスステージを打ち負かすぞ。いいね、その考え。おやおや、目的が変わってしまっているよ、司君。いいじゃないか。僕たちはみんなを笑顔にするためにショーをするんだ。そこを忘れてはいけないよ。番外編だね。だからそうだよ、イライラプンプンしちゃダメ。あ、コミック人間。確かにそうだな、そこは頭を冷やさなければならん。あの人たちと一緒になっちゃうって感じもするね。確かに。うん、それがいいと思うよ、司くんだけじゃなくネネもね。なんかそういうショーになっちゃうよね。うん、うん、しかしびっくりしたな、人見知りなネネがあんな風に怒るなんてね。顔がさ、鬼天狗みたいになってたよね。だって顔真っ赤にして、私たちのショーのことバカにしたから。そうだね、それは僕も許せないな。だからこの屈辱は素晴らしいショーをすることで晴らそうじゃないか。毒を持って毒を制すってね。そうだそうだ、ルイ君の言う通り。M、それってもしかしてそうだそうだとかけてるわけ。え、そうだよ。あはははは、あ、 M ちゃん3点。そんなの自慢げに言わないでよね。よし、それじゃあ気分を入れ替えて練習を始めるぞ。大事だね、練習は。トレーニングね。どういうショーにするんだろう、結局。どう？うん、いいね。少女の寂しさがよく現れていると思うよ。衣装は変えないんだね。うん、とっても寂しそうで胸がキューってしちゃったね。ありがとう。でもこの歌じゃあいつの歌にはまだ。あとはラストシーンで歌う歌もここで練習しておこうか。ああ、大事なとこね。サンタ見習いの少年を見送った少女が自分の気持ちを歌い上げ、そこに雪が降る。冬のソナタだ。このショーの山場になるシーンだからね。ペヨンジュンだ。うん、わかった。雪だ、みたいな。ありがとう、君たちは幸せでいてね、みたいな。ありがとう、これ自前の声だからね。ちゃんと歌えてる。もう前みたいに上がったりしない。でもまるでジェットコースター。あの歌はもっと力強くて伸び伸びしてて、なんかあのキャラクター人気ありそうだけどね。私はあんな風には歌えない。なんか一部の人好きそう。あんな風に歌えない？やっぱ歌えなくなっちゃったんだね。それでは今日の練習はここまでだ。全員解散。ラジャー！お、元気いいね。ねね。あ、何？穴？浮かない顔をしているからどうしたのかと思ってね。幼馴染、さすがだね。ステータスついてるだけあるわ。何か心配なことがあるのかい？それはすぐイベント起こすからね、幼馴染は。私の歌があいつに負けてる気がして。歌が負けてる、難しいね、それは。え？あいつというのは今日会った青龍院君のことかい？主観でしかないからな、それは。確かに彼女の歌声は素晴らしかった。観客の魂にまで響く歌声と言ってもいいね。うん、でも僕はネネの歌声は彼女に匹敵するものだと思っているよ。それは俺も同感だ。ネネの歌は
あの高飛車女に全く引けを取っていない。自己肯定感低いんだよね多分ネネは。みんなにはそう聞こえるのかもしれない。でもあいつの歌は違うの。昔からミュージカルの歌ばっかり練習してたからわかる。なんかビブラートの抑揚とかあんのかな、そのミュージカルを深く関わってる人にしかわからない要素が。うまく言えないけど歌に乗ってるものが違う。でもどうすればいいのかわからなくて。ごめん、みんな先に帰ってていいよ。私もうちょっと練習してから帰る。でもさ、歌ってやっぱり感情ってつきものだよね。なんかさ、ライブ映像とか見てるとすごい汗だくでやってる人と、もう爽やかに汗だくでやってない人、全然印象違うじゃん。それだけでもさ、なんか感情の違いって大事だなんてわかるよね。ねねちゃん、これは演出家として本格的に対策を考えた方が良さそうだね。あー、やって。受験勉強にも大事だよね、傾向と対策。ねねの部屋初めて見た。あ、こんなグリーンなんだね。あ、グリーンってあれだよ、歌詞の方じゃないよ。明日今日よりも好きになれる。おー、ちょっとあれじゃん、リンクしてるね。結局全然まともに歌えなかった。今リンクしてるってさ、あれだからね、ゼルダの伝説のリンクじゃないからね。そのグリーンにかけてもうどうでもいい。これ、私にあんな歌歌えるのかな。歌うかどうかじゃない、自分がミュージカルなのに歌が良くなかったらショーそのものがダメになっちゃう。その後ろ向きな気持ちだとダメな気がする。そうしたら私のせいでコンテストに優勝もできなくなる。これ本人にしか分かんないんだろうな多分。私のせいで。草薙さん、よく今日の練習来られたよね、あんなに失敗したのに。誰も話しかけてないみたい、当然だよね。みんなで練習したのにあんなひどい失敗されたら。一回の失敗ですごい攻めるんだね。そういうもんなのかな劇団って。そんなの絶対に嫌。何回も失敗してんのかな。もっと練習しなくちゃ。パーフェクトヒューマン。じゃあ劇団員さんは絶対にあいつよりいい歌を歌ってショーを成功させなくちゃ。これで失敗したらもう袋叩きだよね、その劇団員さん。普通にお前もじゃねえかよみたいな。よくもあんなにやってくれたなみたいな。わからないな、俺の知らない世界だからちょっとわかんないけど。これじゃダメ、もっと抑揚をつけないと。抑揚ね。おいねね、いつまで歌ってるつもりだ。そろそろ別のシーンの練習を。あーだー、人の話を聞け。ねえるいくん、ねねちゃん大丈夫かな。今日朝からずっと歌の練習してるよ。そうだね。ねね、少しいいかい。何、今忙しいんだけど。なんかちょっとさ、脅迫観念っぽくない。脅迫観念ってさ、なんかこれをしないといけないとか、こうじゃなきゃいけないとか、そういう考えっぽくない。なんかもしかしたらねねの歌に足りないものが分かったかもしれない、うん、それって一体。その前にさっきの歌をもう一度歌ってくれないかい。推測が間違っていないか確認したいんだ。分かった、じゃあちゃんとステージで歌う。やっぱりとっても素敵な歌だと思うんだけどな。うん、ビブラートもファルセットも見事だ。ファルセット、もちろん音程が外れることはないし。コルセットみたいなんか言い方。やっぱりそういうことか。何、十分わかった、もう大丈夫だよ。なんか感じ取ったの、全然わからなかった俺には。それで何が足りないの、一体どうすれば。ネネは感情を解放しきることができていないんだ。それどうすればいいの。なんかショック療法とかやる。
感情を解放。確かに表に出してなかったねね。ああ、フェニックスステージの彼女とはもちろん、司くんや M くんとも真逆だ。なんか俺さ、知らないうちに M ってすごい馴れ馴れしいね。彼氏ずらしてるよね。おいねねみたいな。ねねは慎重になっているんだ。自分でも気づかないほどわずかにね。おいねね、おもらししたシーツ干しに行こうぜみたいな。もちろん自分を冷静にコントロールすることは大事だけれど、ショーは役者の心の動きが何より重要になる。ふーん、演出家だからやっぱりそういうのが一番感じんのかな。舞台上で感じた思いを素直に歌に乗せる。だからこそその歌は観客に届く。ふーん。けれどネネは慎重になるあまりそれができていないんだ。技術的には申し分ない。でも彼女と大きな差があるとすれば、ここしかないと僕は思う。表情に出せないっていうか。つまりもっと肩の力を抜いて気楽に歌えということか。簡単に言うとそういうことになるね。そんなこと言われても、じゃあどうすればいいの。どうすればもっと気持ちを解放して歌えるの。おそらくそうなってしまっている原因があるはずだ。あのパーフェクトヒューマンだよ。次のセリフが出てこない。どうしようどうしようどうしよう。これさ、優秀な人とかだったらすぐにフォローとか入るんでしょ。でもあれはもう乗り越えたはずなのに。やっぱり昔のことが原因みたいだね。乗り越えたんじゃなくて忘れてたんだよ。やっぱりなんか多いよねそういうパターン。ワンダーランドショータイム。それなら失敗する前の昔のネネの歌い方がヒントになるかもしれない。お、的確。昔の歌い方、うん、そんなの。よし、今日の練習はここまで。全員解散。ネネちゃん、どうしたものか。肝心のネネがあの調子じゃな。ワンダーランドショータイムってそんなグループじゃないよね。だっていや、きっと大丈夫だよ。ネネなら自分と向き合うためのヒントを自分でつかめるはずだ。わ、すごい。なんか週刊少年ジャンプのさ、最後のキャッチコピーみたいなのじゃん。俺たちの冒険はこれからだとか、自分と向き合うためのヒントを自分でつかめるはずだみたいな書いてそうじゃない、編集者さんが。ありそう、そういうの。でもやっぱり心配だな。およおよ、あ、わ、また俺のスマホが光って。うわ、フラッシュテロだこれね。みんな、ミクだよ。元気にしてた。ストライプ女性来た。あ、ミク。ミクちゃん、こっちに来てくれるの久しぶりだね。怖いよねこのミク。だって下手すればさ、お風呂とか覗かれるんでしょ。エッチだね。うん、あのね、今日はみんなにミクたちの新しいショーを見てほしいなって思って。え、何？また用意したの？新ジャンルの新しいショー。今度はどんなのを作ったんだ。紹介のニューウェーブじゃん。とっても楽しいクリスマスショーだよ。陣内だね。しかも今回の新しいメンバーも出るのだ。え、クリスマスショーで？うまいですね、商売が。分かってますよ、この営業マン。それじゃ、みんなで一緒に世界に。うわ、ずるいわ。ごめん、私今日はそういう気分になれなくて。え、先に帰るね。行った方がいいよ。あ、あれれー。
ちゃん、何かあったの？腹立つな、このコナン君。ああ、次のショーのことで行き詰まっていてな。昔の歌い方か。そんなこと言われてもどうすればいいのかわからないよ。自分で原因が分かってないから行き詰まってるんだよね。あら、誰かと思ったらワンダーステージの草薙さんじゃない。また来た、この敵ロケット団。あ、フェニックスステージの青龍院さん。青龍院さん、そんなしょぼくれた顔をしてどうしたのかしら。私たちのショーには勝てないとやっと気づいたの？そんなことそんなこと、そんな調子じゃ次のショーは期待できなそうね。いずれにせよ、このフェニックスワンダーランドで満足のいかないショーをするのだけはやめてちょうだい。多分桜子ツインテールは、桜子ツインテールって本気でやってんだよね。たまに強く当たっちゃうだけで。いっちゃったふーん、どう解決するんだろう。あの日見たショー、あ、そういえばあれじゃん。そうだよね、ショーとかを好きになったきっかけあるよね、絶対。さあ、次が最後の子供の家だ。行くぞ。食べちゃおう。うん。って、そんなに走らないでよね。お。オーケー。このシーンもバッチリだね。サンタクロースのふりした泥棒だったら怖いよね、この司の役が。本番まであと1週間しかないし、このまま通し稽古に入ろうか。おお、やっとここまでこぎつけたな。よかった、長旅だったね、このラフテルは。だが、ルイ、ネネの歌はどうなんだ？まだかなり悩んでいるようだが。ルイを見ない状況だよね、これ。ルイだけにね。そうだね。だけどこれは、技術的な問題じゃなく、ネネの心の問題だから。僕らができるのは、見守ることぐらいだよ。だから今は、先に進んで待っていよ。キーブレードがあればね、無理やり、こじ開けられるのに、心を。ネネが歌だけに集中できるようにするためにもね。でも待ってるだけじゃやだよ。私も何かできたらいいのに。そうだね。それなら失敗する前の昔のネネの歌い方がヒントになるかもしれない。言ってるね。じゃあ昔のことをいっぱい思い出せればいいのかな。その通り。ねえねちゃん。あ、かわいい。まあ昨日だね。な、何？あのね、私ねねちゃんのこと、もっと知りたいって思ったの。おい、マキナ、一緒にカレーパン食べに行こうぜ。かっこいい。私のこと？うん、ねねちゃんは昔からショーやってるんだよね。どんなショーやってたの？どのショーが一番好き？それから、ちょっとそんないろいろ聞かれても答えられないってば。すごいね、キューピーの3分質問クッキング。それに今は練習中でしょ。本番まで時間もないんだから、そんな話また今度に。お願いお願い、今度私のたい焼きあげるから。これ小学校の頃とかさ、なんか女の子になりたいなとか思ってたの。女の子になりたいなんかそういうあれだよ、そういう意味じゃないよ。その女の子の体になりたいなとかじゃなくて、女の子ってさ、なんかみんな楽しそうじゃん、ワイワイしてて。男ってさ、割とどっちかで言うと、なんだろうな、あんまり群れないっていうか、群れるんだけど、なんかくっついたりとかしないじゃん。なんかああいうのさ、すごい楽しそうだなって思って、なりたいなって思ってた時期あるね。はい。いや、たい焼きはいらないから。でもね、今見るとやっぱりね、あそこにすごい戦略的な計画とか、あの間に知られざる
いろいろな知恵とか、その人たちの人となりとかいろいろあるから、もうね、そういうの考えるとやっぱり男性って楽だよねと思う。そうしたらここで休憩を挟もうか。その間に話をしたらどうだい？いいですね。これも月島さんのおかげ。思い出話に花を咲かせるのもたまにはいいだろ。休憩の間だけだからね。花咲かせババア。ねねちゃんのこといっぱい聞いちゃおう。じゃあショーをやろうと思ったのはいつだったの？やりたいって思うようになったのは小学生の時。小学生なんだ。ルイの家の隣にうちが引っ越してから親同士が仲良くなったの。それでルイの家族とうちの家族でショーを見に行こうってことになったんだけど、ルイ全部忘れてるじゃん。その時のショーがすごく良かったんだ。聞いたことないよルイからそんな話。なんだか夢みたいで、終わった後しばらくぼーっとしちゃった。あ、定番のセリフ使ったね、夢みたいって。それで私もやってみたいって思ったの。でもあれだよね、誰かに影響されるよね絶対。なのに次のセリフが出てこない。どうしようどうしようどうしよう。あんな失敗したせいでショーが夢みたいか。それすっごくわかるな。ショーだね。ショーを見て夢みたいだって思ったところ。ショーさんはさ、やっぱりこのねねにかかってるよね、このステージでは。私もちっちゃい頃おじいちゃんとショーを見てて夢みたいだなって思ったの。ショーを見を大事にしてほしいよね。ちょうどねこの席から見てたんだ。ん？この席？おじいちゃんね。うん、一番前の真ん中、私の特等席だよ。へえ。そっか、じゃあちっちゃい M がここから見てたんだね。可愛いんだろうな。うん。今はねねちゃんと座ってるからなんだか不思議な感じだね。そうだね。あ、そういえばショーを見た日は夢にもショーが出てきたの。ショー尽くしだね。それは私もあったな。夢の中だと自分がステージに立ってるんだよね。俺ね、あれなんだよね、その一回なんかね、ディズニーのそのオーケストラみたいな行きたくて、どうしてもで連れてってもらったことあるんだよね。でさ、それ行ったんだけど、あのね、やっぱりすごすぎて感動したんだよ。大迫力でディズニーの曲聴けたから。でそのね、日の夜に見た夢、鳥に頭掴まれて空中をブランブランしてる夢だった。そうそう、それでいっぱいショーして、あれ怖かったね。朝起きるとベッドの下に落っこちてるからびっくりしちゃうんだよね。誰かひっくり返してない？昭和のおじいちゃんが。それはないかな。ちゃぶ台返しみたいに。どんな寝相をしてるんだお前は。しかしネネたちも家族と一緒にショーを見てからショーをやるようになったんだな。司は？そういえばん、なんか言ってたっけ。待って、あ、そうだ、司はあれだよ、なんか妹のためだよね確か。俺も最初に見たショーは家族と見た。入院しがちな妹が久しぶりに出かけられると喜んでいて、そのショーで妹があんまり喜ぶものだから、俺もこんな風に妹を笑わせられたらと思ってショーをするようになったんだ。いいお兄ちゃんだよね本当に。そうだったんだ。それからはずっとショーの練習をしていたな。歌とダンスとポーズの研究をよくしたものだ。司のその人格っていうか分かるよね。僕とネネもショーを見た後はよくショーの練習をしていたよ。ああ、そうなんだね。
ルイは昔から無茶なことばっかり言ってたけどね。川に飛び込めとか、足でジャグリングしろとか。すごい。なんかあれみたい。男塾みたい。おや、そうだったかな。ちょっと、忘れたふりしないでよね。ちっちゃいみんなのショー見てみたいな。ね、幼い俺のショーならば見られるぞ。親が映像で残していたからな。この親バカ。いや、ごめんなさい、普通だね。本当に？今度見せて見せて。幼い頃の司くんか。きっと演出しがいがあるだろうね。絶対可愛いだろうな、幼い頃の司って。その顔はやめろ、その顔は。にゃあママこれ見て、僕がこのワンダーランズショータイムの主役だよみたいな。未来予知。小さい頃か。ショーを知ってからはゲームも漫画も投げ出してずっと歌ってたな。多分ね、ゲーム実況とかも、でも始めるのってなんかある人がきっかけだったりする人も多いと思うよ、絶対。朝から晩まで歌ってたから、お母さんにも怒られちゃったけど、でもすごく楽しかったな。俺もね、なんかゲーム実況知ったのある人のあれだしね、動画見てからだしね、ゲーム実況っていう存在を知ったのが。あ、チビネネだ。あれ出てなかったよね、今まで。チビネネ、ネネの部屋。結局今日は喋ってばっかりで歌えなかったな。本番まで時間もないのに。あれ、人をダメにするソファーない？あれ、人をダメにするだけじゃなくてさ、もう心もダメにしてるよね。そういえばなんかリトルマーメイドっぽいよ、ポスター。あれ、幼い俺のショーならば見られるぞ。親が映像で残していたからな。あー、言ってたね。うちの親も撮ってたっけ、私の練習してた時の様子とか、劇団の発表会とか。お母さん、ちょっと聞きたいんだけど。あ、リアル。これでつなげたかな。多分この辺を再生すれば。何で撮ったんだろう。それじゃあやるね。お、かわいい。はい、パチパチパチ。なんか泣けるな。ねえ、私と一緒に空を飛んでみない？死ねってこと？大丈夫よ、自分を信じて。私があなたに魔法をかけてあげるわ。下手だな、音も外れてるし。やばい、なんかこういう昔のビデオとかなんか泣けてくるの、やば。でも懐かしいな、この公園にも。よくルイと練習しに行ったっけ。足元を見ないで空を見上げるのよ。ほら、とっても綺麗な虹ね。歌いたくなるでしょ。楽しいな。いつかステージの上でショーをやってみたいな。あの頃は楽しかったな。図書館に行ったり、ルイの家に行ったりして、ショーの台本を読ませてもらって。やめて、もう映さないで。なのに、あの失敗をしてからは。私と一緒に空を飛んでみない？え？あ、また再生ボタンを押しちゃってた。止めないと。
夫よ。自分を信じて。なんで演技も歌も下手なのにこんなにキラキラして見えるんだろう。それにすごく楽しそう。あ、子供ってすごいわ。やっぱりショーが楽しくて仕方がないって顔で歌うから、上手くないのになんだか目が離せなくて。何もフィルターがかかってないからね、その言葉に。もしかしてやっぱ子供の言葉ってすごいね、破壊力が。昔の私はショーを思いっきり楽しんでたのかな。うん、司と一緒。失敗なんて気にしないで、ただ役になりきって歌うことに夢中で、それが楽しくて仕方なかった。なのに今の私は違う。劇団で一回失敗したこととか、あいつに勝たなきゃいけないってことばっかり気にして思い切り楽しめてなかった。ワンダーランドショータイムの根本的な問題だよね、これ。そんな歌はどんなにうまく歌えてもきっと聴いてて楽しくない。辛そうにねえ、辛そうな表情しながら歌ってる歌ってちょっときついよね。ならもっと精一杯楽しもう。心配が勝ってしまうよね。このショーを私が一番楽しもう。心配だよ、そろそろやめなよって思っちゃうもん。私があなたに魔法をかけてあげるわ。うん、ありがとう。やばい、なんか一番泣けたかも、このエピソード。お母さん、プロセカの中で。今から歌の練習するから、ちょっとうるさくなるかも。あの左のポスター何あれ、よくわかんない踊り方してない？関節がおかしくなってるね、あれ。夜なんだからほどほどにするのよ。近所迷惑になるからって。上白さんちなら気にしないと思うけど、上白さんちだけじゃなくない？でもなんで神、絶対周りにもあるよね。上白さんの家だけなわけないじゃん。そうだね、絶対あるよね、これ。何、変な山奥にいんのかな、昔話みたいな。お母さん怖、世界の、あれこれあれじゃん、人妻じゃなかった、あれ忘れちゃった名前。本番3日前。ねねちゃん遅いね、大丈夫かな。いいエピソードだったな。今は準備を進めて待つしかあるまい。あー、つかさ、ちょっと心配そうだね。そうだね、今回のショーの鍵になるのはねねの歌だ。本当つかさはリーダーの鏡だね。だって表情に出てるじゃん、もう。ねねには自分で立ち上がってもらわなくちゃならない。まあいざとなればこの俺が少女と少年の一人二役ダブル主演をやるのもいいだろう。絶対すね際は反らないで、絶対反らないでね。スターならばそれぐらいの芸当はできて当然。うん、うん、みんな、わ、出たよまた覗き魔。わ、急に出てくるんじゃない、驚くだろう。ミクちゃんまた来てくれたんだね。ミックミックにしてやんよ。んねねちゃんのことが気になって、うわわ。何、みんな元気にそうしてるかしら。おい、もうメイクおばさんじゃん。わ、また出てきただと。はじめまして、私はメイコよ。ついこの間世界に来たから、みんなとクリスマスショーをやろうと思って誘いに来たの。いいショー、かわいい。ミクちゃんが言ってた新しいメンバーって。うん、メイコのことだよ。急に出てくるからびっくりしちゃった。メイコなんかあれだね、結構さ平成初期に多そうな名前じゃない、メイコさんって。3日から元気のない子がいるって聞いちゃったから、ついね。
落ち込んでる時こそショーでしょ。なんかプードルの尻尾みたいなさ髪型になってる真ん中かわいい。だから私たちのクリスマスショーでたーっと元気づけてあげようと思って。それでその子はどこにいるのかしら。おはよう。遅くなってごめん。あ、帰ってきた。あ、ネネちゃん。よかった。遅いぞネネ。調子はどうだ。休憩していい。ちょっと調子はどうだいのび太くん。ごめん、うん、心配かけてごめん。でももう大丈夫。朝から練習して万全にしてきたから。笑顔だ。努力感謝笑顔。うちら乃木坂上り坂46。今なら歌えるよ。昔みたいに思いっきり。うん、ねねちゃんなら絶対歌えるよ。日向坂のライブだな。ここでさ誰よりも高く飛べ絶対流れてるね。うちの歌姫ならばそれぐらいはできてもらわないとな。確かに。あらあら、私たちが励まさなくても大丈夫だったみたいね。あ、歌姫って言えばね、そういえばワンピースのその新映画の主要キャラクターの女の子いるんだけど、そのね女の子のキャラクターの名前おそらくだけど歌になったね。で、でもね3時のポスターでなんか歌ちゃんを一人にさせるんじゃねみたいなキャッチコピー出たんだよ。だからおそらくその女の子のこと言ってるね。歌ね。あなたはメイコ。メイコだけどメイコじゃないよ。ええ、でも私のことは気にしないで大丈夫よ。今はあなたネネちゃんが元気になったことが一番大事なことなんだから。ネネちゃんが元気になってくれてミクもすっごく嬉しいよ。個性強いねこのグループ。ありがとう二人とも。ミク、この間は誘ってくれたのに断っちゃってごめんね。なんかミクさ、実は裏の世界ではギャングとかやってないかな。それで、あの前に言ってたクリスマスショー私も一緒にやっていいかな。うん、今の私の歌をみんなにミクたちにも聞いてもらいたくって。いいじゃないの、前進してる。もちろんみんなでショーしよう。司くんたちも一緒に。うん、あ、笑顔が一番だねやっぱりこのグループは。来た、ワンダーランドの世界。椅子硬そう。あー、レン、そのオーナメントをここにつけてくれるかい。それで飾り付けは終わりだよ。足場が悪いから気をつけてね。別に消えるわけじゃないんだね世界は。オッケー、よいしょと。うわー、うわ、みかんソーダの部外者くん、こんにちは。レン、危ない。え、あ、いたった。あれ、痛くない。これ多分髪の毛 その一番上の方を引っ張ってるね。もうレンタ気をつけなきゃ。私が支えなかったら怪我してたわよ。マンドラゴラみたいにしてる。ありがとうメイコ、助かったよ。どういたしまして。ほらちょうど飾り付けも終わったところだよ。やってくれたんだね、優しい。まあ無賃だけどね。やっぱりステージの上にドーンとツリーを置いたのは大正解ね。見た目がパーッと華やかになるもの。へぇ、はは、メイコが来てくれたからここはもっと賑やかになりそうだね。すいません、ちょっと山のこと言っていい？何が変わりました？すいません。でも分かりません私に。みんなも来てくれたから。あ、でも星のさの飾り付けついてた昔。あ、ついてた？わかんない、微妙じゃない、わかりにく
ああ、よかった。今日はみんな来てくれたんだね。飾り付けサボってるじゃん。見たところもう、ショーの準備はほとんどできているみたいだね。うん、うん、バッチリ。いつでも始められるよ。まあ、低予算ショーだからね、仕方ないね。あの、それなんだけど、その…出した？みんな、ねねちゃんも一緒に歌っていいかしら？出した？え？え？って何？私、ちゃんと歌えるようになったから、みんなに聞いてもらいたくて。今の回答ちょっと嫌な感じだったね。え？みたいな。なんで？みたいな。怖いところ出たよ、今の回答。だから…お願い。さすがギャングスター。うわ、この顔。笑った。もちろんだよ。一緒に歌おう。ありがとう。これ腰に拳銃構えてるね、きっと。それじゃあオープニングのナンバーを歌うのはどうかしら。4人でいたんかな。ねねちゃんとカイトと私と、あとは巷クロース。はぁ、あ、はぁはぁ。じゃあレイ君、一緒に歌わないかい。戦力外通告された。悲しい。私からもお願い。昔みたいに思いっきりやれたら嬉しいな。親友コンビで行くんだね。ご指名とあらばもちろんだよ。おお、かっこいいプリンスだ。それじゃあ用意はいいかしら。うん。どう、楽しい？今楽しい。ショーが大好きだから、失敗するかもなんて考えないで、勝てないかもなんて悩まないで、思いっきり歌おう。ここからノーカットでいきます。無修正でいきます。はぁ、ねねちゃんすごい。はっはっはっは。さすがは我がワンダーランズショータイムの歌姫だな。久しぶりにねねのこんな歌声を聞いた気がするよ。やっぱスーザン・ボイルにした方がいいって芸名。今回はミクたちがいなくても大丈夫だったみたいだね。ねえミク、僕たちも一緒に歌おうよ。邪魔するなよ今。うん、キラキラなクリスマスショーにしようね。ソロプレイ中なんだから。ミク主体なんだけど、あ、こんなに飾り付けしてたんだね一応。なんでワンダーランドショータイムのショーでミク主体なんだろう。なんか見せられ見せつけられたねミクを。あ、クリスマスだ。こっからは私静かめでいきます。雰囲気をぶち壊さないために。誰、もしかして泥棒？かわいい。違う、僕はサンタクロースだ。頼むから引っ張り上げてくれ、落ちそうなんだよ。サンタクロース？嘘つかないでよ。そんなものいるわけないでしょ。私のところには来たことないもの。一回だって。こんなに寒い中、屋外ステージでよくやるわね。ぐれー、今、俺が念のため様子を見に来てみたけど、まあ、ここまではそれなりね。歌も以前より良くなってるわ。今、俺が空気読んだのに、なんで入ってカットインしてくるのよ、桜子。でも、この程度じゃ、うちのショーは超えられないわよ。後でコーヒーしよう。カフェイン抜きで。よし、変装完了だ。これなら僕がサンタクロースとはバレないだろう。あ、そういう設定ね。サンタ見習いでしょ。っていうか、そんな格好で忍び込んだら逆に捕まっちゃうんじゃない。確
確かに大丈夫って、うわー、不審な奴がお屋敷に入ろうとしているぞ。全員捕まえろ。なんでこうなるんだ。ここはそんな笑うところでもなかったわね。かわいい。もしかしてサンタさん？サンタさんっておじいさんじゃなくてお姉ちゃんだったんだね。あ、私はサンタじゃなくておばあちゃんの可能性もあるよ。え、違うの？うん、サンタかもね。プレゼントを届けに来たから。うわー、クマちゃんだ。ありがとう。でもね、私クマちゃんよりサンタさんが来てくれたのが一番嬉しいよ。ズッキュン、ありがとうサンタさん。どういたしまして。さあ、そろそろラストシーンだ。小型降雪機の用意をしなくてはね。本当は客席にも降らせられるとよかったんだけれど、さすがに屋外ステージでは難しかったね。なんとかプレゼントを配り終わった。本当に助かったよ。ちょっとすいません、サムネ撮らせて。あー、いい絵だねこれ。 OK。 どういたしまして。おっと、そろそろ夜が明けちゃうな。それじゃ僕は帰るよ。じゃあね。日本の夜明けは近いぜよ。あ、そんなに急いで帰らなくたっていいのに。そういえば私はプレゼントもらえてないや。もう、それはサンタクロースじゃなくてサムライスリープだったね。でもありがとうか、その言葉が一番嬉しかったな。いいじゃん。はい、サービスショット。かわいいな、この衣装のねねかわいいな。ねねかわいいな。いらなかったサムネショット。あ、かわいい、かわいい。不思議、歌が自然と出てくる。笑ったね。感じた気持ちが全部歌になってどんどん溢れていくみたい。歌うのってこんなに楽しかったんだ。よーし、雪を降らせちゃうぞ。あれ、天も味方したよ。すごいこれ。はあ、よかった、今日クリスマスで。感動するな、これは。あれ、わあ、これだよ、こっちだよやっぱり。はあ、この BGM とともにね、なんか温泉で流れてそうな音楽だよねこれ。なんかあるよね、煙系の美女とか、なんか煙タレントだ、そういう方いるよね。メリークリスマス。これってもしかして本物の雪？さすがにね、横綱が塩撒いてるってことはないと思うよ。あー、ねえねえ、今日が一番輝いてるよ。わあ、あの子が歌ったら雪が降ってきた。俺ね、司とトーヤが一番好きだけど、絵的にはこれが一番好きかも。
こんな素晴らしいイベントありますか？暫定1位だね。綺麗ね。まるで本当に空からプレゼントが届いたみたい。メリークリスマスだよ、チマサンタからの。クリスマスの季節で来て、いや、僕は何もしていないよ。クリスマスの奇跡だよ。だからこれはただの奇跡さ。ミラクル光るだね。おーい。あ、まだ帰ってなかったの？音楽も BGM もそして効果音もこの音色も全部完璧。うん、プレゼントを渡してなかったからね。どう、空からの贈り物気に入った？まあ悪くないんじゃない。ごめん、何回もやって、ごめん。ちょっとごめんな。これがやっぱりこっちにしよう。これがいいね、サムネ。これにします。ごめんなさい、何回もやって邪魔しちゃって。それじゃあまた次のクリスマスに会おう。メリークリスマス。うん、うん、メリークリスマス。聖なる夜か。いつもの10倍くらい大変だったかも。ちなみに平泉聖がクリスマスに何するかっていうと、聖なる夜だね。つまり平泉聖がクリスマスを過ごすだけで聖なる夜になるね。ちょっと草薙さん。え、あ、フェニックスステージのこの奇跡と相まって超えられなくない？今日のショーとても良かったわ。あなたの歌声も素晴らしかった。桜子はね、あれだよね、下向きすぎるところあるよね。あ、ありがとう。特に最後の歌はやっぱこういうキャラだよね、絶対。泣いてる？泣いてないわよ。とにかく私たちのライバルとしては認めてあげないこともないわ。次もいいショーを作ることね。かわいい桜子、ちょっとかわいくなっちゃったね。あれ、言っちゃった思ったより嫌なやつじゃないかもね、清流院。出てくんのかな、また清流院って。赤流院とか出てくんのかな、気流院とか。あ、気流院、ゴールデンボンバーだ。数週間後。みんな、着ぐるみさんが中間発表持ってきてくれたよ。あ、本当？結果発表ついに来たか。1位は、いや、これ慣れないんじゃない？フェニックスステージか。なんかそういう匂いしたわ。おや、よく見ると下にもう一つ順位表があるよ。何？上のものが前回の得点と合わせた総合順位で、下のものが今回の賞の順位だから。あ、今回の賞は1位だ。1位だよ、ナナちゃん。すごいね。え、それ本当？よー、天気も味方してね。自然の雪を降らして、であのショーできるって、もう完璧なコンディションじゃない。あのショーはもう二度と再現できないんじゃない。まあ当然の結果だな。あんなキンキラしたステージのショーに負ける我々ではない。確かに、まだ総合得点では負けているけれど、優勝は射程圏内だ。結果は最終決戦で決まるというわけだね。あ、まだあるんだね。あのみんなありがとう。ん？みんなのおかげで昔みたいに思いっきり歌えるようになれたの。戦ったのは自分だよ。なんだかちょっと早いクリスマスプレゼントをもらったみたいな気分だな。
それなら僕らももうもらってるよねえ、司くん。得点をね。ああ、そうだな。こんなににっこり笑ってるねねちゃん、初めて見れたよ。うん。あ。じゃあみんな、プレゼントもらえたってことだから、今日が私たちのクリスマスだね。なんか、ねねがさ、ようやくワンダーランドショータイムに馴染んできた気がした、この回。そうだね。よし、この後はミクたちへの報告も兼ねて世界でクリスマスパーティーをするのはどうだ。あ、いいですね。おー、司くん天才だね。私ケーキいっぱい食べたい。ウェディングケーキね。そうと決まれば早速用意しなくてはね。この降雪機は持っていけるかな。ショーで雪が降ったらミクたちも喜んでくれるかもね。もののさ、移動ってどうなってんの？できないの？やっぱり。それじゃあ行こう、みんな。どこでもドア的な感じじゃないんだね。どうなんだろう。はあ、いいイベントだった。クリスマスにぴったり。終わり、メリークリスマス。じゃあアフターライブ、これね、動画を開けます。暫定1位のイベントだったね、これ。私の中で素晴らしい、全てが完璧だった。全てにもう100点満点をつけたい。でも、あの清流院さん、あの方あれだね、最初悪口言ったから、あの方はね、おそらくこれから死にます。